お疲れ様です吉さんアントニオ猪木さんもいい言葉を残してますね。私は今回ね、ボルテールの言葉を引用していきたいと思いますけども、まあ、吉田さんが言ったようにね、うん、私が多分マージャン店をあのまま続けていたら、まあ、今の人生はなかったし、まあ、大和君にも出会えてなかったかなと思いますよね。うん。まあ、どうなってんでしょうね。多分まあ、今の私から見て、くだらない人生が続いていて、 本当にね、なんかこう、まあ、生きてきたくさびなんか残せなかったかなと思いますよね、まあ、残す必要もないんですけど私ごときがでもなんかこう大げさなこと言うとそっか塾によって人生を救われた方は多分一人も生まれなかったんじゃないかなと思うんですよこれ私自身も含めてねでそういう意味で言うと多分ねまあ,あ俺生まれてきて生きて死んでいってこれやったなって言えるのはやっぱそっか塾をやったことじゃなかったかなと思います今日も感謝の メールが来たり「そっか塾に入れてください」まあ今 FX 専用のねオルガイフィってコースやってるんですけどそこに入りたいっていうねメッセージが来て、まあ、許可をしたわけなんですけどもあの久保哲郎が作った軍団に入りたいっていうね人がこういった後を絶たないことって、まあ、何よりだなと思いますよね。これからも、うん、言ってみれば赤のお他人様が久保哲郎に属したいっていうふうにね強い思いを持ってくださるこの世の中で。 どっかのね、政治団体に入るわけでもないし、宗教団体に入るわけでもないし、なんかの市民連合に入るわけでもないんだけども、なんか、そっか塾に入りたい。久保哲郎のグループに入りたいって思っていただけるのは、非常にありがたいことですよね。場合によってはね、家族ですらね、私の軍団に入ろうと思うかどうか分からないわけですよ。親父の言うことなんて聞いてられっかよとか言ってね、大和くんが10年後に飛び出していくかもしれないですし。でも、血のつながりも何にもない人が、もう私の作った小さなグループに、 関心を寄せていただいてそこに時間とお金をね、うん、投入してくださるっていうことはまあ非常に大きなものを残せたんじゃないかなと思いますでボルテールが何を言ったかっていうと本能とは思考に先立つすべての感情と行為であるっていう風なこと言ってるんですよで私がよく言うのはあの人っていうのは思考ね頭を使うことがものすごく下手なんですよで勘違いしたことを信じるんですよ で信じないといけないことを懐疑的に見て結局否定していくんですよね。まあ、でも思考が、まあ、ちょっとね未熟な人っていうのは本能に従った方が正解すするんですよ、ね、うんまあ三大欲求の話もしましたけどもそう感じたらすればいいのに愚かな思考がそれをさせないからずっと困難とかね疲労感がつきまとうんですよね。 まあ単純に言って食べたかったら食べればいいのにいろんな理屈つけて食べないんですよ。だから体を壊したりとかお腹が空いた状態でイライラが募ったりとかね。まあ睡眠に関してもそうですけどもなんか別の思考が本能を邪魔してるんですよね。でも思考が洗練されてくると考えた方が本能よりも正解を導き出せるんで考える価値があるわけですよ。でもほとんどの人は考える価値がないです。で私はその辺原因を 追求ししててそれを発見して改善する能力が高いんですよねきっとねうんでそれをあえて使わないこともあるからよくわかるんですよこのままいったらダメになるなと思いながらダメになることを選ぶとかねこっちは可能性が低いなと思いながらもうあえて可能性の低い方を選んでしまうというね、まあ、そういったひねくれたところもあってあの多分前半はうまくいかなかったことが多かったんだろうなとそしてわざとそうしてるんだからうまくいかなくて当然だというふうにねなんか認識してるんですよね これはね中学高校の頃から始まるんですけども自分で望んで進学したはずなのに授業に出ずにね俺の点数が悪いのは授業に出てないから当たり前だろうってことで本気を出せば <laughs> そのぐらいの点数取れるんだよと思いながらなんかよく分かんない意地を張っていたような気がしますけども実際に予備校に行って勉強モードに入ると偏差値はみるみる上がるわけですよねうんだからなんかね何をすればどうなるのかってことは、まあ、私は汲み取るんですよすぐに人のことも自分のことも まあでも、自分はなんとか、その思考に、従うことができたんですけども、まあでも、従う人ってほとんどないですね。あの、アドバイスを求めて、回答してあげたのに、それを受け入れないと。じゃあ聞くなって話でしょ。<laughs> うん。でもまあ、人はね、何度も何度も、人に助言を求めて、何度も何度もしつこくしつこく、同じような指摘を受けて、やっと、100回目、1000回目で、 そうかもしれないなーっていうふうに初めてその時に心を開いてくれるんではなかろうかと思うんですよ。でもその時にはもう年を取っていて手遅れなんですけどね。だから自分の評価が楽しい正しいと思うのか他の人の特に身近な人の評価が正しいと思うのかここは大きな問題ですよね。本当に冷静に客観的にしかも明晰な理解を持って、ね、助言しても はねのけるわけですから、そ,れはその悩みは変わんないですよね。だからやっぱり本能っていうのは多くの人にとっては思考なんか役に立たないぐらい正直な内側から出るサインなんですよね。でも下手に自分の理解力があると思っていてない人っていうのは、まあ、自分の理解力があるってところからも評価が間違ってるわけなんですけどね。考えたことをそのまま自分の行動に移して せっかくの本能を台無しにすするんですよねだから本能も使えないし思考も使えないからどうにもならないなっていうとこですよね <laughs> うんだからねこのボルテルの言葉っていうのはねこういうふうにまだまだ広げていけるんですけども本能とは思考に先立つ全ての感情と恋である、まあ、こういうふうにシンプルにその通りなんですけども、まあ、人間っていうのは感情喜怒哀楽がありますから本能に根ざした喜怒哀楽っていうのはむちゃくちゃ大事な内側からのサインなんですよね なのに自分が作り出した習慣や行動規範から逃れられずに本能の叫びを無限にしているっていうのがその姿じゃないかなとか本能以上に強烈な思考力を持っていればあの本能に従わないことが正解になるんですけどねまあその第一感情と第二感情の話も前回もしましたけどもそのせめぎ合いじゃないですかねなんかねこ櫻井翔一会長が よく例に出してくれて話してくれたのはまあ例えば駅の方も歩いていてね向こう側で1対10で喧嘩が始まったと当然一人の方は不利だ多くの人が一人の方に加担しないと喧嘩を止めないと一人の方が10人にやられてしまうっていうふうに第一感情と思うんだけども第二感情愚かな教育がでも一人の方に自分が加勢しても自分も10対2でやられるだけだしなと思うんですよね愚かな感情が でも会長は飛び込んでいって「何やってんだ一歳中で」っていうふうにまあそういうことが打算によってできなかったり結局は善悪で判断するとこうするべきなのに自分の個人的な損得でやらないってことを繰り返していくから愚かな経験や知識が積み増されていって結局愚かな思考と行動は変わらずに愚かな結果は変わらないと。 まあそしてそれが最良の選択だったんだと自己肯定し始めるんでまあ人の評価ってのはまさに耳に入らなくなってきてどんどん遠い世界に行ってしまうでほとんどの人がそうなんで周りを見たら同じ選択してる人ばっかりだからああやっぱりなかなかそういう決断できないよねみたいなね一部の人しかできないよねって感じで一部の人になることを否定するのが群衆心理じゃなかろうかと思いますね。 と、えー、というところで、ね、特別な人生を歩もうと思ったら特別な選択をしないといけないまさに確率の少ない方こっちに行ったらやばいんだろうなということを認識しながらそっちに進むならまだしも最良の選択をしたつもりで最悪の選択をしたのにそれを受け入れられずにそういった日々を繰り返すいやーなんか人間模様ですね、えー、ということで今回はボルテルの言葉を引用してみました。いってらっしゃい